これから後に述べる物語を理解してもらうには、イセルハーサと呼ばれる世界のことを知っておいてもらわねばなるまい。イセルハーサは遥か時を隔てた地に存在する。彼の地は人のみの世界ではない。引用のものが実在し、それと同様に魔法もまた生きているのだ。ある日、平和だったイセルハーサに異変が起きた。ことの発端はイセルハーサの小国ファーレーン王国から始まった。それは国王アスエル二世の代のことであった。セリオスのこと。アシエル様。うわっ。うわっ。悪だむ。おのれ。鬼ごっこはもう終わりにしようぜ、お嬢ちゃん。いやー、助けてえー、こいつはうまそうだ。俺の分も残しておいてくれよな。手羽は俺のだぜ、分かってるって。来るもんか。そこまでだ。それ以上近づくとこの娘の命がねえぜ。大丈夫だったかい？あなた様は？あ、朝か。そう、バーレーン王国アスエルとフェリシアの子セリオス。まあ、あなた様は？セリオス王子、早く身を隠した方が良いようですな。敵に。うん。何？セリオスが現れた。それでお前はおめおめと逃げ帰ってきたのか。いいえ、私はご報告が先かと。えい、言い訳無用。アクダム様。ザギ、すべては10年前コアッパと捨ておいた措置のせいよ。一刻も早く潰すのじゃ、奴が一人であるうちに。それがわしのすべてにつながる。ほら、あんたたち、逃げろ。待ってくれよ。いい村だ。セリオス様、はじめますぞ。しゅ、またか。セリオス様。はいはい。返事は一度でよろしい。はい。むっ。良いですかな、セリオス王子。セリオス王子、ちゃんと聞いてるでしょうな。
まず剣の使い方はですな、こう構えて。セリウス様。あ？はい、呼んだ。今日の夕食はビーフシチューですけど。おお、俺の好物だ。よかった。俺も腹ペコなんだ。早いとこ頼む。セリオス王子、村のために厄介になっていながらその態度は何ですか。もっと低く低く、ありがとうございますという精神を持って、こう、ありがとうございます。まったく、もう行儀作法も教えせねばならんとは。そんなことで一国一城のあるわかったわかったね。剣の使い方は。あ、そうでした。あ、さあ急いでもらって。よいですかな、セリオス王子。まことの剣の使い手とは真偽体を兼ね備えた者のこと。たとえこの宝器でやろうと、敵を倒すことは可能なのですじゃ。そのためには正当な剣の使い方を知らねばなりません。それを今ご覧に入れましょう。構えには人それぞれあるのですが、要は雑念を取り払い無心の境地に至る。そして体の気をすべて丹田に落として、それを頭頂まで引き上げ、じいだぜ。よくまあ人の門まで壊せるもんだ。え、あ、いやー、これはいいか。これはちょっとやりすぎたわい。まあともかく誠の剣の使い方を知れば、このようなことぐらい朝飯前なのですじゃ。良いですかな、セリオス王子。大変だまたか。無ごたらしすぎる。誰がこんなこと。残事だ。アクダムの手先でな、村の若い男を強引に連れて行っては、この先の山の炭鉱で無理やり働かせるんだ。その結果がこれ。あんた。どうこ。大丈夫か、うん、そこのお前、怠けるんじゃねえ。かわいそうに。くそ、もう我慢ならねえだ。やめとくだ、逆らっちゃなんねえ。どけどけどけ。相手にしても始まらん。俺の敵は三次のみ。三次、お前に殺された村人と、これから苦しめられるであろう多くの若者に代わって、このセリオスが撃つ。何、アクダム様が探しておられたコアッパとは貴様のことか。お前たち戻って甲府どもが騒ぎなさいよ、見張ってろ。こいつは俺が肩をつける。こいつは村人を助ける方が先だな。みんな逃げろ。これは心配めさるな。ジン、どうせこんなことだろうと思いましてな、雑魚は片付け申した。村人は別の行動の。よし、行くぞ。見てて。セリオス様。早くとどめを。
行け、ザギ。ほっ。おいおい、お前がやったんだってな。すげえな。俺はゲイルってんだ。よろしくな。うおな。やっとお目にかかれましたな、セリオス王子。貴様、父アセールを殺し、このファーレン王国を悪魔の手に叩き打ったばかりではなく、ジ・ライアスまでも手にかけるとは。たとえ神が許そうとも、このセリオスが許さん。せくな。今の貴様に何ができるというのだ。そうやって地べたに這いつくばり、叫びもがくだけだ。なに、今すぐ殺そうというのではない。どうせ殺すなら貴様の母と共に。何？世に立てつく反乱分子とやらの目の前で殺してくれるわ。母上はまだ生きているのか。おお、さすが城内きっての名参謀。ライアスはそのことを言わなかったと見えるな。言ってくれればセリウス、もっと早く我が手に落ちていたものを。ギルモアの涙、王位継承者の印か。ザギ！はっ！王子を丁重に扱い、その身を幽閉しろ。くそ！アクダム！俺はお前には負けん！決して倒されん！必ずこの手で母上を守ってやる！救い出してやる！ザギ！ああ！バカ！お前にはわしは倒せん、倒せんのだ。王子、こいつはひでえよ。王子、お気をしっかり。お前は。しっ、話は後。それより歩けますか。お前、俺を助けてくれんのか。そいつはレジ。王子、王子、まったく世話の焼ける。ご苦労じゃったな。王子。おい、ソニアはどうした。ソニアを早くここへ。王子、お気を確かに。ジーコ。いいえ、私はライアスの兄、アロンでございます。
弟ライアスはエルアスタの町と共に。そうか、やはりジオ王子。うるさい。おじいちゃん、おめだ。遅いぞ、サンヤ。早く王子を。そんじだ。どうじゃな、お前のレスの力でなんとか治せそうか。おじいちゃん。あ、ソニア、まさか王子は。せっかく生まれて初めてジェッタンで勝とうとしてたのに、せっかく今月のお小遣い全部かけて大儲けできるとこだったのに、なんで、なんでこの程度の怪我で呼ぶのよ。ソニア、で王子。こんなもん、私の力がなくたって 2,3 日寝てりゃ治るわよ。おい、タールと水。でもよく見るとちょっと可愛い顔してんじゃない。ずっとついててあげようかな。おじいちゃんは邪魔なの。おい、アロン、リュナ、ほら、呼んでるでしょ。さっさと行きなさいよ。わかった、じゃあ、あとよろしく頼むぞ。任しといて。わしは王子のミサオの方が心配になってきた。とことんついてない王子だよ。まったく。すごい、王子様じゃねえか。もういいのか。リーダーのケブリは、もうすっかり。そいつはよかった。アロー、アロー。すみませんが、道を開けてはくださいませんか。あ、すみません。けったくそ悪い。あの人は、このレジスタンス切っての魔法使いさ。そうか、魔法使いか。アロー、ここに。ああ、亡き弟ライアスに代わり、王子セリオス様のご回復をお喜び申し上げます。そうか。さあ、これに。どうだ、すごいだろう。これが我らレジスタンス軍の本部であり中枢神経だ。そしてその目的は、アクダム政権の失脚と正当な王位継承の復活、つまり王子、あなたを王にすること。あの、お前には分かっているのか。あの城に、あのアクダムの城に、未だに母上が生き幽閉されていることが。存じております。ならばなぜ今すぐにでも攻め込まぬ。なぜ今すぐにでも母上を助けようとはせぬ。セリオス様、爺を亡くされたった一人のお身内の生きていることを聞き、その流行る気持ちはこのアロンにも痛いほど分かりまする。ですが、今の我々にはどうにもなりませんのじゃ。どうか見てくだされ。敵兵力推定4万に対し、我が兵力はわずかに5000。それでも人対人ならどうにかなりましょう。だが、しかし王子も知ってのように、敵は人の顔をかぶったモンスター。それに加え、アクダム、その手下ザギーの力は計り知れないのです。だが、このままでは母上が。分かってくだされ、王子よ。我らの力、まだまだアクダムの前に及ぶところではないのです。それにセリオス王子、アクダムの力はもはやこの国だけではない、隣国にまでも他国にまでも及んでいるんだぞ。彼もまた他国人ながら、アクダムを倒さんときた一人なのです。ロー、余計なこと言うな。すみません。ですが王子、我らとてただ手をこまねいているわけではありませんぞ。アクダム政権に反感を抱き、炭鉱につながれた村人を解放したのもその活動の一環。デュナンは自らその役を買ってで。ロー、すみません。王子よ、我らに力をお貸しくだされ。我らと共に戦ってくだされ。あなた様の姿を見れば、我らの同志も5倍いや10倍にも膨れ上がりましょうぞ。いや、このファーレン王国の者すべてが参戦してくれましょうと。その時こそ、その時こそ王子よ、アクダムを打ち破り、我らが王妃様を解放しましょうぞ。王子様、王子。
己セリオス、レジスタンス軍を味方につけるとは。ちょっと、どうしてくれ。セリオスを差し出さねば、ファーレン王国王妃フェリシアを巨大モンスターの生贄とす。時は明日、王の墓前にて。何言って、そのことをセリオス王子には。ソニアを使いにやった。アロン、分かっているのか。これは疑いようもなく王子をおびき出すための罠ですが、我らにとっても城攻めの絶好のチャンスです。あ、何、母上が。クソ、悪だ無名。待って、おじいちゃんが戻る前に古代遺跡へ寄れって。なんで。あのモンスターに勝つために古代遺跡によってその古の武器を携えよと。そうか、分かった。みんなよく聞け。これよりこの軍は二手に分かれ行動する。全軍は馬を飛ばし至急本部へ帰還。僕とソニア2名は古代遺跡へと馬を回す。ソニア、アナよ。はいよ。急げ。第5軍に伝達完了。合図あり次第いつでも城に攻め込む用意です。その数2000。第3軍も準備完了。数5000。よし、なんとか互角に戦えるか。いや、それはアクダムとザギを除いての話。この2人を軍から分散させない限り、やはり2万や3万の兵力ではまだまだ不足。王子が間に合い、なんとか敵の目をそらせておいてくれればよいが。だが王子が勝つという保証は。ある。そのためにわしは大事な孫娘を使いにやった。何、まことか。はっ。四人衆を行かせ。今からでは遅いかと。お、これはワープの翼。行こう、ソニア。一刻でも時間が惜しい。ソニア。行くよ。ねえセリオス。ああ、また明日もアンダーサヒを見たいわね。なに、聞こえないよ。また明日もあんな綺麗な朝日を見たいわね。マシコの、何すんのよ。何すんのよとはなんだ。セリオス、また足の裏が臭いのね。なんて大声出して言うな。バカ。留守居合。気をつけてね、セリオス。一体何が起こるか分かりゃしないんだから。うっ、ああ、きったね。女の子盾にするなんて、お前それでも男か、セリオス。だってお前の方が詳しいんだろ。いや、詳しくね。何か来る。え？し。これは。ワープの翼。うわっ、うわっ。うわっ。うわっ。見たことあるぜ、あいつら。エッジ、いつまであたしのおケツ触ってんのよ。ありがとう、ゲイル。いいってことよ、スケベ。一体何者なんだあいつら。まあ、アクダムの近衛兵ってとこかな。近衛兵。ああ、実体化したら本格的に襲ってくるぜ。へっ、問答無用。行け、行けって。しまった。このセリオス、
命に変えても貴様らをこっから一歩も通すわけにはいかん。なあ、あんたその若さで魔法使いか。違うわよ。え、じゃあ習ったことは。ちょっとね。ちょっと、あんたこの壁の向こうに何があるか知ってて言ってんのかよ。え、コッパー見せんけ。聞くか、そんなチャチな技だよ。一度使った技が二度効くほどわしら四人衆甘くはないわ。コッパコッパコッパー、何宣言。おい、おい、お前本当に分かってんのか。おい、やめろ。ついてこないで。おソリア、おい、分かってるのか。お前の力じゃ融合はできても分離は無理なんだ。そのまま一生その姿でいるつもりか。ゲイル、聞いて。私の声が聞こえるなら私の頼みを聞いて。いいの、私は元に戻れなくても。でも王子にだけは、セリオス王子にだけは絶対に本当のこと言わないで。そしてソニアは奴を覚醒させるためにその全ての力を使い果たして死んだと、そう伝えて。ソニア、言って。おい、やめろ。ソニア、さあ目を覚まし、イニシエの竜よ、そして私と一つとなり、私の力と心とおなり、さあ。まだか、セリウス王子は。行くしかないな、王妃のもとへ。アロン、セリウス様がいない限りこの作戦は成り立たん。ならば全軍を挙げて王妃奪回に。ダメだ。計画通り全軍を城に回せ。王子は来る。大丈夫だ。なぜにそこまで言い切れる。それにたとえ来れたとしても今からどうやって間に合う。アロン、全軍に伝え、白打ちは中止、すべてのものは至急入り縁、王妃のもとに回る。いいな、この場に来て王妃の身を危険にさらすわけにはいかん。いいな。けぇ、ロー、リューナ、けぇ、勝手なこと、出ねめろ。ですが、まだあのセリウスめが。やつは来ぬ。はあ。やれ。何やつ。よ。リュダン。そしてお久しぶりですな、アクダム殿。よーはぁ、あ、
クダム、同じ死を持つ身でありながら闇の力にその身を委ねるとは、死をハザードに変わり、今日こそあなたを撃った。ダギー、しまった。恐怖のどん底に叩き落としたばかりではなく、我が母フェリシアまでもその手にかけようとは、たとえ神が許しても、このセリオスが許さん。ダギー、ゲイル、お前はロー・リュナンと共に母上を頼む。よっしゃ行くぞ。これを受け取れ、セリオス王子。できるだけ、できるだけ母上から遠ざけてくれ、ソニア。まだ年はもいかない子供であらせられるたに、あんなにも勇敢に母上のために戦っておられるだ。どこ行くだ、ゴンザ。決まってるだべ。セリオス様、アクダム目がそちらに。分かっておられますね、敵はアクダムただ一人。心得た。ロー、ボサッとしないでさっさと手伝え。すみません。なんだなんだ。セリオス様、セリオス様に死んでくれ。ロー、怖い。俺たちの王子様を守るぞ。だってそのへっぴり腰でかよ。うんだ。まあいいだろう、お前らでも束になればなんとかなる。全員王妃の周りを取り囲み、やりぶずまを敷け。大丈夫か、ソニア。ソニア、俺に構うな。逃げろ、ソニア。セリウス、そんなことできないよ。よくもソニア。セリウス様。城が、やりやがったぜ、アロンのやつ。まだだ。何、やつはまだ生きている。やつはまだ。油断めさるな、セリオス王子。ジー、よし、みんな私に力を。早くセリオス王子が勝てと、セリオス様に力をと。ゴーの呼びかけはこの入り江に集まる人々だけでなく、遠く離れた南の地区の人々の心の中にも
そして北の地区の人々の心の中にも、もちろん落城を済ませたアロンのもとにも届いたという。そしてセリオスを思う全民衆の思いは、魔導士ローによりセリオスへと終点する。わかる！この光は、ローによって集められた人々の思いは今セリオスによって剣に注ぎ込まれる。へい、ダギオ、もたもたするな。弱くなる者全てを引き込み、今再びその体を形作れ。そうはさせない。ダギで、アクダムは、アクダムはもういない。アクダムのやつは逃げやがった。いえ、追い払ったのですよ、我々が。母さん、セリオス、やっつけたよ俺。王子、力を貸してくれるか。その子は魔法によって我が身に強引に入り込んだのではなく、私の祝福によって我が身に受け入れた子。大事にしてやっておくれ。ソニア、まだ痛むのか。嫌な奴がいたからぶん殴ってやっただけよ。はあ、セリオスは、欠席届。母さんごめん、俺は決心した。俺は父、そしてジー・ライアスの敵を取るため、憎きアクダムを追い旅に出る。敵討ちに出る一介の剣士に王位は無用。その首取って帰るまで、どうか元気で。すみません、私がちょっと目を離した隙に。あたいは一生懸命止めたのよ。いいのですよ、あの子はそんな子なのでしょう。何しろここ10年、私にではなくあなたたちに育てられた子なんですから。